GSX-F は、鈴木が製造を販売していた、ツアラータイプのオートバイの車種名。排気量別に、シリーズ車種として生産された。単純表記で GS、GSX-F とした場合、400cc クラスのモデルのみを指す。GSX- 回シリーズは1988年に登場。輸出モデル GSX-600 回に、 GSX-R400 をベースにカムプロフィールの変更等によって低中速域重視のセッティングとしたエンジンを搭載。4連スリングショットキャブやスペースの採用及びオリジナルなギア比のローギアードミッション採用等でツアラーにはアルマジキク,クラスズイ随チの加速及び GSX-R400 と同等の 59PS を発揮する。 重量は GSX-R400 の 160kg から 183kg に重くなっている。フレームは2019年に復刻したハにもメインとして採用されていた角型断面のスチール交換ダブルクレードルフルカバードのカウルにメインスタンドグラブバーを装備。フロントは FI290mm リア FI240mm の体型ディスクブレーキ リアには140、80から17のワイドタイヤを装着し、燃料タンクの容量は20リットル。ツアラーとしての後継は1993年の RF400R になる。ベースモデルとなる 600cc クラスと日本国内仕様の 400cc クラスが1988年に発売。翌年1989年には750。 CC クラスが発売された。搭載されるエンジンは GSX600 回と GSX750 回では揺れ意識となるが GSX 回では GSXR400 の水冷エンジンを採用している。また 250CC クラスでは1990年に発売された GSX250 回がある。同社は k 二輪クラスのスポーツモデルとしては 初のメットイン機能を装備し、GSX-R250 のエンジンを搭載している。なお、社名表記に関しては、表記揺れにより別車種と同一名になる場合がある。400cc クラスでは、GSX 回の場合には、GSX 回400とされる場合もあるほか、排気量ナンバリングに、末尾 F の GSX400 回の場合には、同名の別車種。 GSX400 回がある点に留意。日本国外仕様には、刀の社名を冠した決闘のバイク。また、日本国外専用車種に、水冷 656cc エンジンを搭載する GSX650 回がある。GSX650 回は、バンディット650の派生モデルとして2008年に登場した車種であり、1990年代のシリーズとは、 格絶がある点に留意。アクロス250北米仕様は、刀600の社名で販売された。刀 600GN72A 型刀 600GN79A 型北米仕様は、刀750の社名で販売された。GSX750 回 GR78A 型 GSX750 回 GR7 ガ型北米仕様は、 刀1100の社名で販売された。GSX1100 回 GSX650 回、鈴木パワーアップエキゾーストシステム排気脈動の反射波を利用し、排気流速の遅い低中回転域では、複合調室に排気ガスが入り込み、それが直後の吸気時のバルブオーバーラップによる混合技の排気ポートへの流出を押し返し、充填効果を高める働きを持ち、 排気流速の速い高回転では排気ガスが複合調室を素通りし、滑らかなガスの排出が行えるシステムハットスズキ、スポートバイク刀600スズキ、スポートバイク刀750。ありがとうございます。